おはようございます。ティレット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、実は1週間ぶりの収録です。はい、以前の時にちょっとヨッピーさんの動画があったんですけど、その時に結構取りだめしたんで、まあその後にね、夜勤含め5連勤も普通にあったんで、その5連勤の中ではちょっとね、さすがに動画を作るのが難しかったっていう背景がありますね。はい、リアル事情です。はい、もう動画を貯めるっていうことのね、重要性がよくわかります。そして最近の出来事をお伝えしますと、 iPhone 11になりました。携帯イエーイ、やるかー。クリア後に解禁されるこちらの森ミッション、はい、一度やりましたね。まあ、えらい目に遭いましたよ、本当に。もうねチートみてえな相手も出てくるしまあ大変でしたよね。はい、その悪夢が再びですよ。もうダークドリアムより難しい。でね、急にね、もう息切れしたモリーが駆けつけるわけですよ。それ店員が着替えてるだけだからね。さあ来ましたよ、この10個のミッション。まあさすがに一発撮りするとね、地獄を見るんで、このみたいになんか朝に撮ったら夕方になっちゃうんでまたしばらく撮りダメじゃん。まあちょこちょこやっていこうと思います。まあこれか、まずは。何だったっけこれ。あ、SP を、HP を0にして、スペシャルカードは使えるんだね。OK、OK、OK、OK。まあね。これは楽勝でしょ。なんだったっけ ?3 ターン以内に0にするで。ああ、はいはいはい。ビッグチームのやつね。ああ、ビッグチームのやつね。はい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 。はくはくはく。はくはく。じゃあ大丈夫、大丈夫。まあ1回戦、あのね、初回の時とはちょっと違う対応で、さすがにちょっとやってみたいと思います。まあ一部のやつはどうしてもそうならざるを得ないっていうこともあるんで、ちょっとパーティーは固定化されちゃうところはありますけど、まあね、できる範囲でちょっとね、一周目とは違うプレイでいきたいと思います。おとまきわーりかん。まあ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 、でも言ってしまえばね、あの確かに3ターン以内なんで結構大丈夫な方かなと。2700って HP を3ターンに削るの結構難しい方ではあるんですけど、まあ相手がギガンですらボストロールだのっていうね、あの悲しいことになってますんで、それを考慮すれば大丈夫かと思います。十分可能です。そしてメスマザー持ってますんで、こっち一応。はい。ボストローとギガンテスは悪魔系統に分類されるゲームなんで、これって。なんで、メスマザーがよく刺さるんですよ。テンションカウンター、行くぜー行くぜー、カウンターの構えカウンターの構え取っていけ。そしてね、これですよ。メスマザーが、はい、バカ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 それ魔獣受けーなぁ66% を外すなあー、痛恨の一撃飛んできたしあー、ミスんなよ。そこ当てていいよ。別に当てていいんだよ。てか、バブルボムじゃねえな、これ。バブルボムしちゃったら逆に意味ねえな。テンションカウンターと全然差がねえね、行動してる、俺。3ターンで削り切れって言ってるのに、削り切る気ゼロみたいな行動してんじゃん、俺。よく考えたら。あ、自己フラッシュいいよ。テンションカウンター入るよ。テンションカウンター入ります、これで。メツマザンがギガンテストボストローに来ないとダメなんだって。これ、スペシャルカードも使用可能でしょ。なんか一応さ、無心攻撃でさ、めちゃくちゃ大丈夫になるんじゃねえかと思ってるんですけど、結構なね、博打なんだよな、それは。テンションカウンター、あ、オッケーテンションが上がった。なんかこの光景どこから見たよ。あ、ぶん回すいいね。あ、いいね。行こうか、テンションカウンター。削り切るってなったら、まあね、こういうことにもなりますわ。はいはい。あ、オッケー、いいよ。強えな。おめえ一人でどこまで行くんだ。さあ、メツマザンをベストロールかね、ギガンテスに当てれれば十分火力出ます。てか、それ出ないですよ。てか、それじゃないと火力出ないからね。行くぜ、テンションカウンターの構え。行くぜー、カウンターの構え。頼むぞ、メツマザン。ひっくり返す。まあ、これさ、テンションカウンター絶妙刺さってない行動してるんだよな。はい、オッケー、何してんだ。さあ、頼むぜ。おお、来た。め、あっち、メスフル、メスフル、おりゃー、わおわおすごいことになった。まあまあ、もうこれでゲームですよ。3体以内に削るだけなんで、まあもうゲームですね。やった、もうゲーム、ゲーム、もう無駄無駄、何したって無駄よ。にゃん軍隊外に吹き飛んでったかな。おっと、通行の敵。あー、無駄。はい、どうやっても無駄。メタキン装備です。先週カウンター完全に腐ったけど、まあいいでしょう。最後はね、最後は最近ソード実況始めました。よろしくお願いします。まあ、この動画はどこに終わってるから。行くぜ、セティア。どうぞ、ありがとう、せーの、チュッチョ。
はい、3ターンで仕留めた。別間さん強かったな。あー、これか。これあれだ、かわしてからって言ってるけど、別にかわさなくてもいいやつですね。これプラキンヒッポ使ってたやつです、僕は。僕らプラキンヒッポ使ってたやつですよ。ゼロでさえあれば大丈夫です。敵が全員単体攻撃してくるんで、何かしら立ち塞がったりして、ゼロにすれば大丈夫です。これはさすがにモンマスだな。いや、これモンマスとかじゃないとさすがに突破難しいんですよね。全員単体攻撃なんで、回避するにも全体攻撃してくれないのがすんごいめんどくさくて。このゲーム応援ない？このゲームって応援使えない？これもしかして。ちょっと俺説明文よく読んでないから応援使えない？さあ、一回ちょっとね、普通にやってみます。どんな感じになるでしょうか。主人公を入れてこれ突破するのもプラキンヒッポじゃないと無理じゃない？だって攻略本にプラキンヒッポって書いてあったぐらいだからね。SP 使えるのかな？確認してみよう。あ、使えるから応援ワンチャンあるじゃん。本当に応援使えるんじゃねえか？応援で、ミスに誘えるかもしれん。2回以上かさ、2回以上だったかな。だから、今からちょっと遅延しますね。ラリーフォーマー？あん？そこは寝させて。頼むわ。まあ、避ける可能性は十分あるんですよ。僧侶もね、ギズモも。まあ、ドラゴンライダーは多分狙われないと思います、多分。ん？これ、ジゴフラッシュね、これ、待って待って、一つね、勘違いしてたわ。特技じゃん、おめえら。あ、待って、あんま意味ない、ジゴフラッシュ。ごめんなさい、ジゴフラッシュ刺されません、これ。何が問題かっていうと、ジゴフラッシュって、ま、目を開けていられないってあるじゃないですか。目を開けていられないっていうのは、物理攻撃が当たらないんですよ、判定上は。物理攻撃って何？っていうの思ったかもしれないですけど、剣のマーク？つまり、この突き刺すやテールハンマー、灼熱切り足払いは、全部特技なんですよ。つまりどういうことかって言いますと、何の意味もない。ジゴフラッシュは、何の意味もないです。せいぜい言うなら、暴れの後ろにの突進は物理攻撃なんで、まあ、意味があるんですけど、全員特技なんですよ、向こうが。なんで、ジゴフラッシュがね、ただの光呪文の火力技という扱いになっております。これなんだったら削り切っちゃうから怖いんだけど。そう、これさ、灼熱切り足払いが意味なくなります、これほとんど。灼熱切り足払いが、特技なんですよ。なんで、ほとんど意味ないです。避けろ！全然避け。てか、ドラゴンライダー超狙われるんだけど。ソウル狙われるんじゃないのこれって。ほとんど、スカルンたちがアホなのかこれ単純に。ドラゴンライダーは打撃耐性あるし、ソウルが狙われるようにしてあるんだけどな。ギズモはまあ確かに狙われないのはわかるけど。これ特技ですね。はい。避けろ！避けない。でしょうな。避けて欲しいんだけど避けないんだよね。絶対避けないんだよね。このままだとね、アウム立ち込めしなんで、すごく。おい、違う！違う！これ、一回も受けてないんですけど、すいません。主人公入りやんの無理じゃないこれ。あ、聞いた。これ聞くわ。絶対聞くわ。どうする？どうするこれ。ここら辺でちょっとさ、応援で、応援して、このターンに2回避ければいいんだよ。行くぜ！ DLC の特権解き止めよう！まさかの DLC で行った。まさかの DLC 使ってるぞ、俺。DLC ありゃさ、楽勝じゃないのこれ。で、応援って回避率がめちゃくちゃ上がるカードなんで、これで2回受けりゃいいだけですからね。はい、応援。これこれこれよ、これ。あ、これでもう避ければもう3体じゃないの。DLC の力、避けろ。ドラゴンとのコンビネーションだ。また。さあ、これ暴れ後ろに攻撃するか？いや、ここでね。ここでデイ！あ、もうダメだ。何してんだ、おめえらはもう。勝負あり。なんで負けてる扱いなの、これ。勝ってるで。これでいいんだよね。これダメージ判定ゼロでもう回避判定にはなってないんですけどね、本当は。いってこい !DLC 特権 !110 件一件乱れ咲きうおりゃーつやるなめっちゃ強いあ、そしてこいつはね、タンク要因ですね。メタルブレスパッチャーいいね。はい、痛恨じゃなきゃゼロダメージだから、まあ楽な方だわ。はい、避ける？ストーンマンやるね。
行くぜ、110件乱れ咲き。これ打撃と風か、匂い強いよお前。サソリアワの打撃対戦の上から440だもんな。風属性入ってる分強いわ。へえ。まあもうこんだけやったんで十分です。はい、あとはもう閉めるだけ。さようなら。完勝。ゼロダメージ勝利してる。ゼロダメージ勝利しちゃった。あー、これあれか、あの装備固定で相手がスラリンガルのやつだ。ただ一応 DLC のスペシャルカードは使えるのか。こっちのチームハマはないんだよな。ただまあ、ちょっとやってみましょうか。いや来た来た、これこの演出見んのなかなかないからね、スラリンガル。いやーお前なんでそれを敵の時にやってくれないんだ。こちらのチームはね、何をやろうと固定になっちゃうんで、はい、もう何もいじらんでもこんなになっちゃいます。いやー、で HP500 以上残すんだっけ確か。どうしよっかな。はい、というわけでね、 HP500 以上残した状態でスラリンガに勝つって話なんですけど、実際問題ライデイン打つよりデインの方がいいんですけど、デインデインはできないんだけど、まあ一回ちょっとお試しでライデイン打ってみましょうか。3体のデインで発動するライデインなんですけど、どんぐらい出るんだろうね。そういや、デインがだいたいね、350とか出るんですけど、1体につき。じゃあこれでライデインするとどんぐらい出るのかね。まあ、見てみたいとこあるんで、ちょっとやってみたいと思います。ライデイン、ドーン！行くぜ、神の怒り受けてみよう。せーの、はい、ゆえー、微妙。1000ぐらい出ないとさすがにちょっと割に合わない。で、これ大体ペレスがこうなるから、で、500以上残すんでしょ？大変だね、これ。結構、こうしてみると。結構大変だぞ。言っとくけど。あ、いいね！その受けでっか！その受けでっか！さあ、こっからデイン打ってきます。普通に。メイジ決めるとペレスがね、デイン打てるんで。で、稲妻の杖のね、電撃はそんな強くない噂なんで。まあ、デイン打っていきましょう。いくぜ！デインを取られた！よいしょー！378! いいダメージ出んなぁ、やっぱ。そして、ベネスもデインが使います。魔法を使ってくることでね、この火力を寸法に発揮してる。デイン、あーよいしょ、いいね、350やっぱ出んな。ベネスは魔法を使ってくると強いんだけどな。魔法使っちゃないとダメなんだよな、お前は。で、ベギラマにしないと、まあ、ライディーンになっちゃうんでね。これでまだ、そそ出ますよ。スラリンガー結構呪文にはね、耐性持ってる技は少ないめなんで、で、ここからどうするかですね。スラキャノンを撃ってくる。さあ、次。次の打点がちょっと怖くて、稲妻の剣ワンチャンあります。稲妻の剣か、応援なんですけど、ここは稲妻の剣でいきましょう。ワンチャン応援で避けるっていう手もあるんですけど、このターンをやり過ごせるっちゃやることなんですけど、まあ、ちょっと確実性に欠けるかなということなんで、ここはね、スラリンガルに対して、先手を取りやすいんで、そもそもこいつのチームが。多分、ご利用せると思います。ホールダウンがして、走ればいけるよ。はい。ここでベギラマで勝ち。はい。さあ、来た。はい。もうこれで勝ち。オーケー。すんなり突破。もうね、絵がね、生えてる。絵映えしてるからいいよ、それで。